こんにちは、かくすけです。やっていきましょう、ドキドキぽやっちを。8月27日27日、今日はね、マリンちゃんと特に約束をできてなかったと思うんですよね。でも一応行くけどね。来てくれるといいけど。おはようかくすけ、よく眠れたかしら。朝ごはんにしましょう。この会話はもうあと何回かなんだな。いいな、パン。ジャムパン食べたいな、今。あんまりジャムパン食べてない、しばらく。はい、これ、今日のお手伝い。それからありがとう。昨日はお買い物助かったわ。ほんと、頼りにしてるわよ、かくすけ。それからかくすけ、7時くらいには夕ご飯だから、忘れないでね。いつもありがとう。頑張ってね。うん、ありがとう。よし、姉さんメモを確認。ルフィ、シンシア、マリン、イーリア。え、マリン、また約束失敗しないかな。ガリクソン、シノーラ、マージ。ラッキージャム、3個。お魚。ラッキージャム3個。バンズ。ラッキージャム3個。ラッキー結構あるんだよね。ラッキージャム3個。よし。と、あんずだな。はい。ガタン。よし。あんず。あんず。大丈夫？あ、ばっちり。オッケー。1個だったよね、確かね。あんずがほとんどないんだな。よし。シノーラさん。今日は、シノーラさんのところの。ああ、誰も来ない。あんなにモテてたのに、かくすけくん。最近は、あんまりですね。ノーラさん、こんにちは。うん。カリコリチョコね。カリコリチョコ。珍しいね。どうぞ。ま、お使いご苦労様、助かるわ。どういたしまして。お兄ちゃんです。いいえ。はい、7です。アルくんはまあいいか。ごめん、アルくん。ルフィ、シンシア、マリン。ガリクソンさん。マリンちゃんいるかな？いてほしいな。何も言わず、心が通じ合っている、そんな関係がいいな。そんな関係になれているといいな。よいしょ。ガリクソンさん。おかくすけ、パンまだかいの。マリアにブレッドを頼んどったんじゃがの。気のせいじゃったかな。気のせいかもね。おばあちゃんがちょっといるな。間違って渡しそう。よしよしよし。おマリアのパンじゃな。まあ、しくたびれたぞ。あ、どうした。ああ、最近は朝起きるのがとっとつらいね。ちょっと夜更かしするとこれだもの。人間年を取ると体がちっとも言うこと聞かなくなってくるから困るよ。そうかね。おじいちゃんおばあちゃんになると朝早くなるイメージあるけどね。さあ、ルフィにお豆パイは間違いないな。うん、お豆パイどうぞ。わあ、ありがとう、うん、お願いしてたマリアさんのパンだ。嬉しい。うん、嬉しい。よし、マリンちゃん。マリンちゃんいないかな。さすがに何も言わずだったから。マリンちゃん、いや、いない。あー、これは間に合わんぞ、多分。悲しい。マリンちゃん。
地図一緒に完成させたかったよ。仕方ないな。シンシアちゃんとこ行こう。あ、いたいたいた。シンシアちゃん。あららららら。通じ合ってなかったな。マリーさんにパンをお願いしてるんですけど、クランベリーツイストなんですけど、クランベリーツイストね。どうぞ。ありがとう。うん。お願いしてたパンですわ。マリアさんのパンは本当美味しいですわよね。ねえ、食べたいな、マリアさんのパン。ピー。大きくなったね。突然ね、シンシアちゃん。マージさんって言ってたよな。と、イーリアさんね。先にチェイン。チェインちゃん？あら、いないな。珍しい。外かな？あら？あら？いない。あ、ひょっとしてテスラボールのところ、行ってない？ちんちゃんこっちにいたりするかな。マジさん、あれ、あ、こんにちは。おやおや、パンはまだかね。カリコリおみかんをお願いしてるんだけど、どうぞ。カリコリ好きね。おや、ご苦労だね。焼きたてのマリアのパンは本当に最高だよ。あ、チェインどこいる？ちんちゃんについて聞いてみよっか。いつも研究室いるイメージあるんだけど、何か聞く。チェインどこ？チェインなら離れにいると思うよ。え、いなかったよ。え、モラシー家いるかな？いるかな？あ、いるじゃん。あれ？いた？さっき。かくすけくん、あれ、いたっけ。ベッドで寝てたかな。さて、あとはイーリアさん、フォルカーさんの今日は違ったよね。うん、いいえ。イーリアさん、あ、お腹が空きました。あと、お魚買いに行かないとね。うん、満腹です。じゃららら、あ、お、ヤッホーランディー。ようかくすけ、いいぜ、何でも聞きな。あ、何か聞くわけではなく、あら、マリンちゃんとの冒険行けなかったんだけど。ランディー、マリンちゃん知らない？今からでもいいから行きたいのに。イリアさんまだ寝てるかな。そんなことない？あら、早起きね。夜飲みに行ったりしたら、私絶対この時間まだ寝てるよ。イーリアさんとマリンちゃん、イーリア、あ、あとそれだけか。オッケー。じゃあ、お魚買いに行こうかな。メルビンさんのところにお魚を買いに行って、ついでにマリンちゃんいたら嬉しいけど、マリンちゃん家にいるところ見たことないんだよね。そこまで親子仲すっごい悪いわけではないと思うんだけど、まあお出かけ大好きなんだろうね、マリンちゃんが。メルビンさん、お魚ください。やっほー。メルビンさん、お魚分けて。お、持ってきたな。釣れたてほやほやの新鮮な、持ってきなか。あ、新鮮なやつだぜ。マリアによろしくな。ありがとうございます。いいえ、特に。マリンちゃんどこかな。リーナちゃんの方かな。てけ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 
キテキ。お、こんにちは。最近話してませんね。あららら、そうですか。マックさん、なんでい？しびれ草あげたいけど、あれ？あれ？あー、引っかかった。しびれ草、もう今更っていう感じするから。いいかな、お金は。あら、いないわ。マリンちゃんは、じゃあ、イリアさんもマリンちゃんも同じところにいてくれたら嬉しいね。学校というか、図書館というか、あそこにいてくれないかな。モラシー系イベントないかな。よいしょ。こんにちは。あれ、今日お休みですか？いないな、誰も。あ、くるみとかももう拾う必要ないんだろうね。あ、ガリクソンさんだ。ちょっと、まあせっかくならお役に立ちましょう。こんにちは。どうぞ、しびれ草じゃ。助かったぞい。ありがとうございます。よし。いやー、でも、あ、ヤッホーリーナちゃんだ。こんにちは。私に何か？マリンちゃんどこいる？いつものように釣りに行くって言ってたわよ。そっかそっかそっか、確かに一人で釣りに行ってることもあるな、ここら辺にいる。そういう時は、あれ、ここじゃない、あれ、この先か。あ、ヤッホー、ヤッホー、リリーもいる。明日行こう。ね、パンまだ？クランベリーマフィンね。クランベリーマフィン。冒険、飽きちゃったの？マリンちゃん。うわ、ありがとう。うん。マリアさんのパンだ。腹ペコだったんだよ。飽きちゃった？あれー、なんで？あれー、飽きちゃったの、マリンちゃん。最初の一言があれだったらダメなのかな。話しかけちゃうからダメなのかな、パンの注文されてるのに。けっ、うわちゃー、おいっすー、かくすけい。そういうことかもな、パンのあれがあるときは話しかけずに一気にパンを渡さないといけなかったのかも。ああ。あ、これ、ね、階段かと思ったら暖炉だった。イリア先生だね。うちにいるかな？どうも。お姉ちゃんのところ訪ねてきてます？あれ？そんなことはないなぁ。あ、そっか。パン、もう一個もらっとこう。いざという時のために。イリア先生、お買い物かな？よいしょ。チューで。お、イベントだ。マリアお姉ちゃんだ。こんにちは。あ、姉さんだ。おほほ、いつもながら美人じゃのマリア。あら、ふふ、お世辞ですか？なんの世辞なんぞであるもんか。おお、その輝かしき瞳、愛らしい口元。セラビーさんを口説く練習でしょ？なかなかお上手よ。うふふ、こういうとこだもんな。とほほ、釣れない子じゃ。調子狂うだろうね。やっほー。なんでもないよ。よし。うんうんうん。イリア先生どこだろうな。お、あれは？あ、シンシアちゃんか。やっほー。うん。
クル渡そっかな。はい、どうぞ。ありがとう、カクスケさん。あの子たちも喜びますわ。ふふ。うん、あの子にもね、よろしくね。鳥だしな。ひなの頃から。ミルクではないよな。柔らかいものかな。イリア先生。違うが、今日話していないメンバーだな。おはようございます、こんにちは。かも、おまりんちゃん、まりんちゃん、明日なぜ。こんにちは、しのらさん。なんでもないです。あー、まりんちゃんとの冒険終わっちゃった。それとも運なのかな。たまたまお使い対象になってしまってるからダメなのかな。どうもいかんよそれ。お、こんにちは、マックさん。あ、マックさんじゃない、ごめんなさい、ポールさん。はい、まったけです。おお、まったけじゃねえか。24個か。2800。うん、イリア先生知らない？だな、家にいなきゃランディに聞いてみな。うん、はとりあえずここにはいないということだな。家にいない。うん、学校いるかな。あ、ダメです。パンを食べる。うん、まんぷくぷぅ。基本的には学校かな。学校に迎えに行くのはいいのかな。あ、いたいたいた、よかった。あ、寝ちゃった。寝ちゃったか。まあ、これか、くるみツイストだな。どうぞ、イリア先生。あ、おはようございます。寝起きのパンはいかがですか？お、待ってました。ちょうどお腹空いてたんだよ。はーい、よかったです。それならば。よし、あ、おやすみ。そっか、結局こっちまで起きてきて寝るのか。イリア先生の場合は。やっほー、チェインだ。珍しい気がする。だいたい自分の家にいるからな。やっほー、シノラじゃない。ちょっと待って。この子の名前忘れるのよ。こんにちは。なんだ、なんでもないですよ。スティードだ、スティード。スティード忘れるんだよね、名前。りんちゃん、ごめん、何回も。お、これは来たんじゃない？あ、違うな。父ちゃんってすごい力持ちなんだ。父ちゃんのこと信用してるね、信頼してるね。前なんかこんなにでっかい魚を一人で釣り上げたんだぜ。それ見てみたいな、一緒に食べさせてもらいたかったね。口うるさいしガサツだけど、僕父ちゃんのこと自慢に思うよ。いい関係ね。カクスケは父ちゃんのことどう思う？あ、いいと思う。お世話になってます。尊敬してるよ。父ちゃんが聞いたら喜ぶぜ、きっと。へへ、うん。ダメだ、もうマリンちゃんと冒険行けないや。お使いはこれで終わったね。うん。ね。よし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 。もう自由だ。こっち行こっかな。ここでもスティードくんもあっちにいたし、ここは特に誰もいないか。うん、いや、こういうところってイベント専用の場所なのかね。おしゃべりイベント、あとはマージさんのあの話とかね、あったよね。
時だよな、帰るべきは。まだ微妙に時間が残ってるな。ワンちゃん、こんにちは。この辺はもう取らなくていいけどね。もうお金も貯められないし、全部買ってもいいもんね。こんにちは。ここはマリンちゃんとのデートスポット。テレンテンテン。違う。こっちとか、こことかはに関しては本当に、本当に何にもないからね、今まで。デートで一緒に行ったってこともないし。やっほー。ピアちゃん。いないな。イベントとかも特になし。いや、いろんなイベント気になるな。全然見られてないやつあるんだろうね。イベント数とんでもないらしいからな、このゲーム。帰ろ帰ろ。猫侍を思い出すな。絶対全部を一回のプレイで見切るのは無理って。お、珍しい。チェインちゃん。あ、チェインちゃん下の方行ってるよ。漏らし駅行ってないかな。ちょっと待って、ご飯食べて急いで行こう。チェインちゃんが下の方に行っていたぞ。夕ご飯にしましょうか。うん、もう詰め込んでいきます。いただきます。いただきます。おー、まあ、そんな特には何もない日だったな。今日はね、冒険行けなかった。最低な一日だったな。うん。どうかな。こっからチェインちゃんのイベントあるかもしれないけどね。と、お魚取って、入れて、行くぞ。モラシー池に行ってみよう。テスラコイル何かしてるかもしれないし。チェケ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 チェン。チェケチェケチェン。チェケチェンチェン。ワンちゃん。えっほー。もらしい毛ではなく、ここかもしれんぞ。あれ、ピアちゃんと意外と仲良かったりしたっけ、チェインちゃん。そんなことはないかな。一応覗いていくか。うん、いないね。時間が経つのが早いよ。村しい池どこだったっけ。この橋渡って下だったっけ。あれあれーあれー、迷った。これカエルのところじゃないか。カエルのとこだ。イベント、プレゼント、材料。この人の背中、プチ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 ってあるもんな。あ、違うだろうな、クランベリー。ひひー、痛い。パン食べよう。うん、よし。あれー、どこだったっけ、もらしい池って。迷った。痛恨のミスだ。もしそこにチェインちゃんが行ってたしとしたら、多分違うと思うけどね。でもあの時間に下に行くなんて珍しいよね。おう、やっほー。こっから下だっけ。あ、ここだったか。でも違うかな。いないな。なんであっち側行ってたんだろう。気になるな。
りんちゃん帰ってるかな。ちょっとお家覗いて帰ろ。よいしょ。時間結構ギリギリだ最近。いやちょっと待ってね。眠くなってきたけど、チェーンちゃんの顔を見て帰ろう。よいしょ。じゃあ意外と起きてられるからね。よいしょっと。あ、すごい指に力が入っちゃう。あれ、いないじゃん。どっか行ってるんだよなチェーンちゃん。どうしたんだ？チェーンちゃんどこ行ってます？おやおや、チェーンちゃん、チェーンかい？あ、星でも見に行ってるんじゃないかね。星とか見に行くの？うわ、今日は無理だ。明日夜行ってみよっかな、星の見えるところ。見に行きたい。ちょっと待てよ、一緒に見に行こうみたいな話しなかったっけ、いつか。やば、忘れてたかもしれない私。いつか、てか今日寝坊するかも今日寝坊っていうか倒れるかも。あ、チェーンちゃん、チェーンちゃん、チェーンちゃん、やっほー。くー、そうか、星を見に行くのか、チェーンちゃん。いやー、夜会ってみたいな。明日行ってみよう、夜あの星のところ。もうダメだ、眠くて死にそうだ。あ、もう帰ってきたよ、大丈夫よ。あ、よかった、あ、よかった。もう限界な時に家にいたら自分でお布団入ってくれるんだね、よかった。お使いはちゃんと終わってたはず、きっと。あ、忘れてた。今回これで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。